はい、ということで、今回はですねえ、柱稽古編に関する最新情報をお届けしていきたいなと思いますということで、まあ今回も皆さん高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、ぜひね、えー、最後までご覧ください。<music> はい、ということで、今回はですね、 え、なんと、まあ、前回に引き続き、え、テレビアニメ、え、鬼滅の刃、あ、関連イベント開催決定ということで、まあ、そんな感じでね、え、今回も街遊びに関する最新情報をお届けしていきたいな、というふうに思うわけなんですけども、え、前回ですね、え、テレビアニメ、え、鬼滅の刃ステージイベントの詳細を、え、動画でお話ししましたが、あ、今回は、あ、なんとその中の4番ですね、え、後日公開の え、シークレット情報について、え、詳しくお話ししていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、10月の29日ですね、え、なんと、まあ、そんな感じで、まあ、鬼滅の刃のね、まあ、ステージイベントっていうのが、まあ、様々開催されてくるわけなんですけども、まあ、もちろん、刀鍛冶の里編のステージもございまして、まあ、やっぱり柱稽古編の最新情報は硬いのかなと、ま、いうふうに思っております。でですね、まあ、その中に、さらに、 え、後日公開の情報なんとね、まあ、タイムテーブルを見てみると、ま、あこの黒くなっている部分ですよね。まあ、ここにて、まあ、開催されることが、まあ、確定いたしました。まあ、前後関係見てみると、まあ、やっぱり後日公開の情報なので、まあ、他のイベントっていうのは、 もうすでにね、決定しているわけですよ。はい、ということで、現在、解禁されていない情報は、あ、ここのみということで、まあ、ここにてね、鬼滅の刃のビッグイベントが、あ、なんと開催されるみたいなんですけども、まず時間帯からね、見ていきたいなと思います。え、なんと4時から、 あ5時半ということで、えなんと90分ですねえ。1時間半にわたって、なんとそんなイベントが開催されるみたいなんですよ。まあ、もうこの時点でね。 なんかやばい予感しているんですけども、なんかテレビアニメ、鬼滅の刃柱稽古編以上の素晴らしいイベントっていうのが、まあ、来るんじゃないかなと、まあ、私自身思っていてですね。まあ、あとこの枠がちょっと小さいんで、まあ、おそらくタイトルが、ま、そんなに長くないのかなというふうに思っております。まあ、そんな感じで、今回タイトルの予想まで、 え、なんとしてきたんですけども、え、おそらく文字数的に、え、こんな感じとなるでしょう。はい。えー、4時から5時半で、 え鬼滅の新開開幕ステージとといいうのがおおそらくかかれるんじゃないかなと思っておりますはい、ということで、まあ、どういった内容なのということなんですけども、まあ、その名の通り、新章開幕ということで、まあ、柱稽古編っていうのはそもそも短い編ですので、まあ、柱稽古編プラス、まあ、他のビッグイベントだったりとか、うん、新作アニメだったりとか、うん、映画情報だったり ととかかテレビ放送情報だったり、まあ、様々解禁していいいくんじゃないかなと思いますねで、今年はですね、アニメ4周年なのですが、まあ、アニメの4周年のイベントっていうのも現在発表されていないので、まあ、もしかしたら12月あたりにあるのかもしれないですね。または来年とか、うん、4周年のイベントを発表する可能性もね、まあ、非常に秘めておりますしですね、まあ、他には、やっぱり無限 天井編の情報っていうのがまあ、もしかしたらね。うん、出てくるんじゃないかな。なんてね。えいう風に思っております。まあ、柱稽古編の本当に最新情報というか、まあ、テレビ情報的なものはまあ、おそらくというか。 ほぼ100%、まあ、解禁されてくるんじゃないかなと、まあ、現時点ではね、うん、思っております。まあ、この内容によるんですけどね、まだこう、情報が解禁されていないので、まあ、実際どういったイベントなのかは、まあ、予想がついてはいないんですけども、まあ、文字数的にこれになるんじゃないかなと思いますし、まあ、他に予想できるとしたらこんな感じかな。あ、鬼滅なえば、柱集結ステージとかね、 うん、そんな感じになるんじゃないかなと思いますね。で、こういろいろと文字数考えて、やっぱりタイトルをね、こうつけてみたんですが、 あ新章開幕ステージっていうのが一番ね、えー、しっくりきたんですよ。まあ、他はね、こうビッグイベント的な感じにしちゃうと、まあ、やっぱりタイトルが長くなってしまいますし、まあ、収まりも良く、そしてね、まあ、このね、こう響きもいいというね、うん、タイトルっていうのがこれしかなかったんですよ。他には、まあ、鬼滅の刃上限集結ステージとかも、まあ、可能性はあるかなとも思っておりますし、えー、鬼滅の刃柱稽古編ステージっていうのも考えたんですが、 まあこれに関しては、まあ刀舵の里編のステージが、表記がね、うん、上にあると思うんですけども、テレビアニメ、えー、鬼滅の刃柱稽古編ステージとなると思うので、まあそうなってしまうとかなり長いですよね。まあなので、まあそのタイトルはないのかなと思いました。 はい、ということで今回ね、まだ後日発表なんで、まあ、ここのタイトルそしてね、詳細については、あ、後日明かされてくると、まあ、いうことなんですけども、まあ、予想からするとこんな感じかなっていうお話でしたね。まあ、枠としましては、この4時から5時半で間違いないと思いますんで、まあ、鳥の枠ということで閉会式の前ですよね。まあ、これから考えても相当な、 イベントがやってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、刀舵の里編の方ではキャスト陣がね、うん、なんとこんな感じで、まあ、相当豪華なメンツですので、まあ、やっぱりね、 相当でかいビッグイベントっていうのが、まあ、このね、4時から5時半の90分の枠で来るんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、そんな詳細については、次回の動画でお話ししましょうということで、また次回の動画でお会いしましょう